地類と地高地類とは、ほぼ平行に走る複数の断層によって区切られ、両側に対して相対的に隆起し、山地、大地など、突上の地形を呈する地界もしくはその地形のこと。断層地界の両側面は、断層崖で構成されている。地高の大語で、ドイツ語のホルストに由来し、英語やフランス語でも、ホルストと表記される。基本的に、正断層によるものであり、 地溝と連続しているケースも少なくない。山地を形成する、地類を地類山地、脈状に連続するものを地類山脈と呼称する。地殻表面部の隆起と断裂によって形成されたと考えられる。ほぼ平行するに断層の両側の地域が陥没し、間に挟まれた部分が一段と高くなっている。堤防状を定するため、土木工学の用語としては、 地底と呼称することもある。世界的には、ドイツのシュバルツバルトやアメリカ合衆国のベースンレンジの例が知られている。東アジアでは、モンゴルと西シベリアにまたがるアルタイ山脈やカザフスタン、キルギス、中国の国境地帯に連なるテンシャン山脈は、地類山脈の例である。日本では、キソ山脈、平山地、イコマ山地、鈴鹿山脈、笠木山地、 峰岡山地、阿武熊山地、渡り地類山地、津島などの例がある。ありがとうございます。